ねえキリト、今日はここで一緒に寝てもいい？まあもちろん構わないよ。ありがとう。お邪魔します。キリト、ありがとうね。なんだよ急に。今私がこうしていられるのはキリトのおかげだもん。いくら…そんなことないって。当然のことをしただけだよ。キリトは優しいね、やっぱり。でもなんだか夢みたい、こうしてキリトのそばにいられるなんて。本当なんだよね、キリト私の隣にいるんだよね。キリトって、いい？ああ。キリトの手、あったかい。ちゃんと感じられる。俺も、感じてるよ。ねえ、こうしていると、なんだか、月夜の黒猫団にいた頃を思い出さない？あの時もキリトはこうやって私のそばにいてくれたよね。不安で怯える私を安心させてくれた。手は握ってなかったと思うけどな。うん。でも私にとっては抱きしめてもらってるくらい安心できる時間だったんだ。なんて、なんか照れちゃうね。そろそろちゃんと寝ようか。ちゃんと眠れるのか？うん、キリトの隣なら大丈夫だよ。どうしたんだ、サチ。もし…ごめんなさい、キリト。私、キリトにたくさん辛い思いさせちゃったよね。え？何も、謝ることなんてないだろ。うん、ダメなの。だってキリトは、私がいなくなってから、ずっと苦しんできたんでしょ？いや、それは俺が悪いんだ。俺は幸を守るって言ったのに。違うよ、キリト。ああなったのはキリトのせいじゃない。私や月夜の黒猫団のみんなの、自分自身のせいだよ。だから、そのことをずっと謝りたいって、キリトのせいじゃないって言いたかったの。そうか。ありがとう。でも、俺は大丈夫だ。サチやみんなの方が、きっと、ずっと辛かったんだから。それに、実はもう謝ってもらってるんだよ。え？ SAO の中で、俺はもう一度サチに会ったんだ。サチは覚えてないかもしれないけど、そこで、ちゃんと謝ってもらったんだ。だから、もう謝ることはないんだよ。そっか。よかった。でもちょっとだけ嫉妬しちゃうな、その SAO の中の私に。どうして？だって今の私より先にちゃんとキリトに謝れたんでしょ。それに私だってもっと早くキリトに会いたかったもん。なんか
ごめん。キリトが謝ることじゃないよ。それに今こうして一緒にいられるから。サチ、あのちょっと距離が。ダメ？いや、いいけど。うん、それじゃおやすみ、キリト。おやすみ、サチ。ねえキリト、最初に会った時のこと覚えてる？ああ、確かみんながゴブリンと戦ってる時だったよな。うん、あの時のキリトかっこよかったな。ううん、かっこよかったじゃ足りないかな。もっと、なんというか、救世主って感じかな。やめてくれよ、サチ。そんな風に言われると。ごめんごめん。でも、あの時のことは忘れられないんだ。だから、キリトのそばなら、安心して眠ることができたんだよ。そっか。その時からキリトの隣で寝るたびに神様にお願いしていたことがあったんだ。どんなこと？それはね、内緒。なんだよ、教えてくれたっていいじゃないか。ダメだよ。だってお願い事は人に喋ったら叶わないんだよ。確かにそんな風に言うけどさ。それにもし言ったらきっと壊れちゃうから。今の幸せもキリトの幸せも壊れる。だからいいの。私はこうしてキリトのそばにいるだけで。うん、わかった。じゃあこれ以上は聞かないよ。うん、キリト、あの、はい、手出して。うん、おやすみ、サチ。おやすみなさい、キリト。